はい、皆さんどうもこんにちは、バンビーです。今日もね、ランクマッチやっていくんですけど、本日は、イダイとベリッパのね、アメッパ使っていこうと思います。まあ、昔ね、もうレギュレーション D が始まる前に、先取りでアメッパイダイトを使ったんですけど、まあ、最近ね、なんかアメッパ系のイダイトが、だいぶ開拓がされてて、まあ、前期もね、結果残されていた形があるので、まあ、今日はね、それを使っていこうと思います。まあ、それが、まあ、この世ザルがね、キーとなる、まあ、この世で、ステロ命がけして、まあ、ペリッパ偉大党で戦っていくというね、まあ、完全にその、もうやりたいことを押し付けていく形なんですけど、これね、まあ、前期は使ってなくても相手していただけなんですけど、まあ、相手しててね、分かってんのになんか強いんだよね。まあ、ということで、まあ、今日はね、この世偉大、この世ペリ偉大党をね、使っていこうと思います。まあ、初手はね、まあ、この世ザルで、本当にステロ命がけしていくんですけど、まあ、これ相手の構築を見るに、なんか偉大党の、まあ、天敵になりうるのが、まあ一応エナジー神だったりするから、まあでもね、エナジー神はね、ぶっちゃけ偉大党でね、まあどうとでもなると思ってるんで、まあ基本戦術のこの世偉大党ペリッパーでいきますか。はい、ということで対戦相手のウタさんよろしくお願いいたします。まあアメッパね、使うために、まあ毎回ちょっと自慢みたいになるんですけど、僕アメッパでね、最初一桁を取ったことある数少ない人間になってるので、まあアメッパはね、非常に好きであり、得意です。はい。まあ、アメッパね、好きな理由としては、なんかね、やっぱ自分のやりたいことを押し付けてるのが楽しいんだよね、使ってて。まあ、トリルとかはね、結構好きなんだけど、まあ、トリルはなんかね、まあ、打たないと、技打たないと発動しないので、結構ね、まあ、僕的には弱いなーって思ったりもしてますね。まあ、とりあえずここは地ならしでいきましょう。まあ、今回ね、参考にした構築記事、概要欄に貼ってあるんですけど、まあ、この間ね、岩石だったんですよ。で、まあ、多分岩石の方がぶっちゃけ強いんですけど、岩石試運転で外して、まあ、ムカついたんで、地ならしにしました。まあ、でもね、岩石はね、結局、半減される、無効にされるタイプがないから、まあ、岩石の方が強いんだけど、ちょ、外したのがムカつきすぎて、まあ、僕はね、地ならしですね。まあ、シーズン1からね、まあ、最初1って取ったこの世猿も地ならしを使ってるんで、結構地ならし好きですね。はい、テラス OK。まあ、これにね、外すとね、終わるんだよね。だから、まあ、地ならしより岩石の方が強いけど、あ、オッケーオッケーオッケー。それありがたいな。つぶてじゃなきゃいいんだけどな。地ならしステロ。ペリッパーとか、これもテラス切ってくれたんで、基本勝てるかなとは思うんですけど。オッケーオッケー。ハチマキだね、これ。強すぎる。ダメージが。パオジャの噛み砕くのダメージが強すぎるんで、これハチマキ確定で。で、まぁ、海流とか考えると、まぁ、絶対ステルスロックは巻いておかないと、まぁ、ワンパンできないので、まぁ、ここはステルスロック巻いていきます。まあ、引っ込める。まあ、誰に引かれてもね、そんなに悪くはないんだけどね。ヒードラン、ヒードラン、まあ、地ならしが、ま、一貫してるというか、まあ、地ならし刺さってて、風船でもない。まあ、もしかすると、まあ、5つ目とか触らせに来ていたのかな。まあ、今回のね、構築はなんか、この世猿で一匹持っていくのも、ま、大事、あー、硬いね、HP だね。まあ、大事って大事なんですけど、まあ、そのステロを巻くべきなのか、命がけをするべきなのかみたいな判断をしっかりするっていうのが大事ですね。そのアメパを使う上で、最終的にやっぱ通さなきゃいけないのは、偉大党なんですよ。なんで、その、目先の一体よりかは、偉大党を通す上で、この世猿は何を技選択したらいいのかっていうのを考えてます。まあ、なんで、てかまあ、基本的には助けとかまで考えると、まあ、ステロ巻いておくのが丸いですね。で、ここはもう水技が割と一貫してて、水技半減できる海流には冷凍ビームが打てるんで、まあ素直に波乗りでいいかな。だからね、さっきね、育成したけど、あ、オッケーオッケー、ちゃんと CS になってた。まあ今回は CS ですね。まあペリッパが長居する必要ないんだよね。そう。で、まあ2ヶ月前くらいにペリーダイトの動画を上げたときは、まあ、ペリッパって、まあ、なんかペリッパの強い使い方って、やっぱ HB にしてトンボ返りとかするんだけど、偉大党のお墓参りと相性悪くて、なんかちょっと微妙なんだよねって話したんですよ。ただ、まあ、ペリッパを完全アタッカーにしたら、すげえ相性良くて、まあ、天才だなと思ってますね。はい、相手引っ込める。まあ、引け、幅紙 OK。まあ、これはさすがに勝ったっぽいな。まあ、強いて言うなら、いや、まあでも、タクはタクだな。まあ、パオジアンの、不意打ち、ハチマキが、まあ、どこまで行っても偉大党に対して強いんですけど、いいダメージ。まあ、これは追い風しちゃっていいかな。まあ、ペリッパー、瞑想ムーフォとかで倒してもらって、まあ、悪ジェで縛っていく形でいいかなと思います。一応ね、今回ね、偉大党水テラスにしてるんですけど、
まあ、今回参考にしたやつはアクテラスで、他に結果残してる人はゴーストテラスだったりしたんだけど、水の理由はダメ系したらね、雨降ってるステロ入ったパオジャンに対して水テラスアクアジェットが 56.何%、 だからなんかタクとかになんないで、タクってさ 50% じゃん、ただのだからタクになんないで有利ランスで倒せるみたいなのもあったんで、まあ水テラスにしてますね。痛みはちょっとめんどくさいな、それ痛み分け若干めんどくさいぞ。これターン枯らされるな、まあ、波乗り打つしかないけど、これ瞑想で次瞑想してきたら俺引くわ。瞑想、まあそうだよね。いやーこれ一番嫌だな。雨がペリッパ倒されて雨が止んじゃうと、それこそ不意打ちパオジアンの不意打ち振りたくを押し付けられることになっちゃうから、いやー待って足りないんだけど。ペリッパーが控えめだったらなんか落ちてそうだったけど、臆病 CS なんで絶妙に足りなかったですね。まあここ引きでいいかな。これちょっと呼ばれたらまずいけど、まあタクではあるけど、いやーまあでも読めるけど、読まないで OK。 まあこれは大体勝ったかな。うん、で水テラアクジェ打って、まあどんなに、まあ硬い系のハマカミでもさすがに落ちる。でこれ嫌なのが、まあドランに引かれて焼けること。まあこれ雨3ターンなんですけど、まあ雨3ターンでまあ試合終わるんだけど、まあ雨が枯れたとしてもペリッパー残ってるんで、まあギリ大丈夫ですね。まあここは水テラアクジェでいきましょう。これドラン落ちるよね。 OK 居座ってきた。さすがに落ちるな。いや俺どうしようかな。一応ね、地ならしステロってさ、ステロ超えるから大丈夫だと思うけど、パオジアンから来るのか、ドランから来るのかで、で、ドランから来る場合、焼けると負けるよな。まあ、HB だからな、お墓周りで落ちないんですよ、あれ、ドラン。まだ負け筋はあるな。まあ、なんか適応力じゃないんでね、適応力じゃないんで、ちょっと火力ないなって思う場面が多いんですけど、お墓参りでドラン落ちないな。100お墓参りなんでこれ。ドラン落ちないから、ドランから来て焼けると、ちょっとまずいのか。まあ、その場合、ウェーブタックル打って相手がいやー、まあ、それでいいか。で、パワーが来た場合、何打つかって話なんですけど、まあ、安定、あーまあまあそうだね、パワー来る。これ落ちるな。ステロよりは入ってるよね、これ。ステロがその氷状態のステロよりは入ってると思うんだよね。ダメージ入ってるよねこれ。いやさすがに入って4分の1よりは入ってるよねこれ。だからねまずあるのが、相手不意打ちか、まあその紙砕くかみたいなタフなんですけど、ここイダイトで身代わり張って様子見した場合、身代わりでそのたまたまのダメージで死んじゃうんですよ。だから身代わり張って相手紙砕くドランバックとかで玉ダメ2回稼がれると、お墓参り読みでね稼がれると負けちゃうから、まあ、多分ここはアクアジェットでいい。これ大体落ちるよ。そのための水テラス。待ってまずい、待って不意打ち、待ってえ待って、落ちないの。おいなんか体なんか硬いよな。でもやっぱだってこれやったわ。いやまあ、アクジェでいいんだけど、多分プレミとかではないんだけど、これ、まあ、テーラーちょっと引いたか、まあ、相手が耐久振ってたかだよな。うわ、なんか、これ、つらら避けてください。え？ちょっと、こんな有利な試合、マジか。動揺隠せない。この負けた？大才の風太さん、ありがとうございました。いや、これ、プレミとかはしてないけど、まあ、ちょっと、ランスに嫌われたか、振り方次第かみたいな感じでしたね。うわ、マジか、これ負けちゃった。はい、対戦相手のたくみさん、よろしくお願いいたします。まあ、1戦目ね、ちょっとあれ、マジであそこから負けるかみたいな感じで負けたんですけど、振り返ってみると HP79 から身代わり張って玉溜め2回耐えなかったんで、まあ不意打ち宅に勝つか、まあ有利乱数だと思うものを信じるかみたいな話だったんで、まああれはしょうがないんでね、ちょっと2試合目割り切ってね勝っていこうかなと思います。大体こういう時なんかメンタル動揺してんだよな。まああんまりねそのメンタル強いタイプじゃないんで、
いやでもプレミしてないから、ちょプレミしないってやっぱ大事だからね。自分に言い聞かせるように、言い訳かのように言ってますけど、まあ、とりあえずこの試合はねもう偉大とぶっ刺さってるんで、まあ、このヨペリ偉大との基本性質でいけるかな。まあ、何が嫌なんだろう、まあ、磁場コイルが水テラスとかだと、まあ、ちょいとばかし嫌ってか、まあちょっときついけど、まあ水テラス以外はいけるんで、うん、まあ、このヨペリ偉大とでいきましょう。はい、ということで対戦相手の方よろしくお願いいたします。もう試運転含めてね、なんか4戦4勝してさっき負けてで、ここ勝ったらねだいぶ勝ててるんで、もうこの戦術ねなんかすげえ使いやすいですね。まあ、なんで、まあ、よかったらね使ってほしいんですけど、まあ、このようならねこの試合もね、まあ、ステロは絶対巻きたいですね。まあなんか磁場コイルの頑丈とかウーラオスのタスキとか、まあ、一応ねそこら辺はケアしておきたいっていうのがあるので、まあ、ここはねまあなんか削り入れてもいいんだけど、まあ、とりあえず上取ってるんでステロからでいいかな。うん、まあ、このヨザルの技選択と、まあ、ペリッパをどうやって退場させるかっていうのが大事ですね。まあ、今回ペリッパね流星群、まあ、適応力なん強すぎる強すぎる。このヨザル HP1 までいくんだ。急所急所とかじゃない、やっぱ適応力って強いですね。まあ偉大と今回スイスイですけど、まあ、今のトレンドはね適応力なんでね。まあ、ここは削っておきますか。フンドが、まあ、フンドの方が威力高いか。はい、相手引っ込める。まあ、5つ目引くのかな。はいはいはい。まあ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 、5つ目だとしてもいいかな。まあ、これはだってペリッパーが有利対面作ってるから、ペリッパーで荒らして、まあ、偉大刀を通すっていうね、基本的な形かな。まあ、誰で本当に偉大刀を止めてるかわかんないけど、まあ、地箱の水テラスだな、一番怖いのは。それ以外は本当に偉大刀を、止めることができなそうだから、そこはねちょっと偉大刀を信用してますね。ペリッパーでいきましょう。てか偉大刀さなんかあれで落とせないんだったら水テラスじゃなくてもいいと思ってきたな。まあ暴風でいきましょう。まあ、ただ水テラス結構救ってくれてる場面があるんだよな。はい、オッケー通ります。まあ、これ CS ワンチャン生きてるな。まあ、相手上からトンボでいいかなって考えてる可能性もある。で、まあ、多分出てくるのがドラミドロ。てかドラミドロやっぱ火力化け物だな。はい、ドラミドロで、まあ、これはまあ、暴風と霊媚どっちの方が入るかなんですけど、まあ、メガネだよね。さすがに入りすぎなんで、まあ、直帰とかじゃなくてメガネで、まあ、削っておけばいいんでね。まあ、最悪なんか氷とかもねやっちゃってもいいし、まあ、凍ったら凍ったら逆にアーメタンもね凍っていくんですよね。なんか運いいなあ。オッケー溶けた。オッケーじゃねえ、オッケーじゃねえ。いやでもねこれ説あるんだよね本当に。だからちょっと絶妙なんだよね、そのアメタンが絶妙に枯れちゃう方がまあ嫌だったんで、まあそんな、まあ、凍った方がでかいけど、まあ別に関係なさそうかな。いや結局磁場コイルがいて水テラスかどうかなんでね、防御が高いポケモンなんで。それ以外はまあステロプラスお墓と、まあ、水テラスウェーブタックル、水テラスアクアジェットの範囲でまあ倒せるかな。うん、オッケーオッケーオッケー。で、お墓で、まあ、これね、ちゃんと威力150になってるんで、まあ、ウーラオスとかでも、ステロ込みで、まあ、大体倒せるかな。磁場コイルか。どうしようかな。なんか、身代わり、負け筋になりそうだから、水テラウェーブタックル打ちたいところあるけど、まあ、もし相手が水テラスだったら、まあ、お墓参り打った方がダメージ的にでかいよね。いやてか、まあ、どこなのかな。まあ、身代わり打たない理由がないといえばないのか。アメターンも残ってるしね。まあ、鉄壁されてもそっから水テラウェーブタックル打てばいいから。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、水テラスじゃないんだったら、水テラスウェーブタックルで、さすがにいけるかな。これでタクをさ、相手合わせに来てたらうまいけど、一応ね、磁場コイルも、H クリだったらお墓参りで乱数なんですよ。ランス。ただ、まあ、これは水テラ切っていいわ。ここで相手が一歩タク合わせた水テラスしてたらお見事でいい。まあ、水テラスさすがにされないと思うけどな。ここから負けるかだと。ここで負けたらちょっと今慎重になってね、 HP が多く残ってたんで慎重になって、まあ、テラスタクを見れる身代わりから入ったけど、これで水テラスしてたらもう本物うますぎる。 OK、これも絶対とか HB 特化でも雨水テラスウェーブタックル飛ぶんで勝ちですね。オッケー。まあ、ということで、まあ、今回ね、てかこのヨザルがね、
だいぶ強い気はするわ。まあペリッパイライトも強いんですけど、もちろんなんかこのヨザルが他のそのアメ構築とか以外でもこのヨザル結構一定の結果残してて、このヨザルなんか今強いんだなっていう風にね感じましたね。ということで対戦相手のたくみさん、ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。